まず首レディとサポートハンドルをこのように置きます。次に本体の前に立って前かがみになります。その状態から両サイドをつかみゆっくりと腰をかけます。この時いきなり深く座ったり勢いよく座ったり後方に体重をかけると大変危険ですので絶対におやめください。最初は浅く腰をかけることが安全に使用していただくポイントになります。腰をかけたらゆっくりとサポートハンドルに手を添えましょう。状態が安定したらハンドルを持ちやすい位置に移動します。以上が座り方の基本動作です。基本姿勢は運動を効率よく行うためにとても大切です。まず先ほどの座り方をしっかりと守った状態から背筋を伸ばしましょう。顎を引いて猫背にならないように気をつけます。この基本姿勢を常に意識しましょう。それだけで腹筋も引き締まります。良くない姿勢で運動を続けますと腰に大きな負担がかかりますのでしっかりとこの姿勢を意識してください。基本姿勢ができたら次は揺れに慣れましょう。まずは左右に少しずつ動いてみましょう。ゆっくりと動いて自分の体の制御できる範囲をしっかりと把握しましょう。初めから強く傾けたり急に動いたりしないでください。次は前後です。ゆっくりと行いましょう。だんだんと前後左右の動きに慣れてきたらこのように円を描くように動いてみましょう。動く時のポイントは無理をしないこと。頭と肩をできるだけ動かさずに腹筋の力だけで動かすことが大切です。体全体を傾けるのではなく骨盤だけで動くイメージです。まずは慣れることが大切です。このように慣れてきたらすぐにサポートハンドルなしで運動できるようになります。